こんにちは。ですね、今回、お客様からご依頼いただきまして、そのご依頼の内容がこちらです。津軽三味線ですね。なんとこれを、市販のものがたくさんエレキ三味線が売ってあるのに、うちにエレキ化してほしいと。僕自身がね、エレキギター弾いてたらはーんってわかるんですけど、全くエレキギターをやったことがなくてですね、今まで、学生時代に、電気使う趣味って言ったら、ラジコンと鉄道模型をオタクバリバリですが、まあ、あとはホームオーディオとカーオーディオ、カーオーディオは大会に出ました。そのぐらい、あと音響さんと、仲いいっていう、舞台の仕事。それは関係ないですよね。まあ、仲いいのは関係ないですよね。まあでもほら、知識もたまにそっちから入ってくる時もありますから、泣きにしもあらず。あと大会に出たのプチ自慢ですか？プチ自慢ですね。そのカーオーディオの大会っていうのも、結局は僕がオーディオを組んでるわけじゃないので、違うんですね。そのショップの宣伝として僕の車が出たみたいなような意味はない。僕は知識しかない。電気自分で作ったわけじゃない。それはもうラジコンと鉄道模型のハンダ付けぐらいしてます。なるほど、ちょっと突っ込みどころがありすぎてどう突っ込んでいいかも分からなかったですけど。そうですね、ちょっとね、僕もたまに何喋ってるか分かんない時が YouTube で多々あるので、そういう時は遠慮なく、社員さんと経営者の関係垣根を越えたツッコミください。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。お裏破けてますね。それで表は人工革が貼ってあって、もうめくれてきちゃって剥離してきてますね。はい、で他のところは大丈夫そうですね。まだね、定規当ててないですけど、まあ、反ってはないような感じです。何十年じゃないですけど、何年かずっとこのまま放置状態だったんですって。で、まあ、このまま放っておくのももったいないということで、その、ね、その方エレキギター弾く方なので、ちょっとエレキにしてよっていう、しかも、市販されてるものじゃなくてうちがやるっていう結構な無茶ぶりなんですけど。試されてますね。試されてます。頼まれ事は違う。それでちょっと言葉忘れちゃったんですけども、これでとりあえずですね、そんな知識がない私がやるっていうのも大変で、以前エレキギターやってたじゃないですか。やってはないです。あ、やってないんですか？持ってただけです。あ、それじゃあ後日ちょっと いいですか、ちょっと僕の予備知識のために持ってき会社に持ってきてもらって、それでちょっとだけ分かってることだけ僕にちょっと教えていただいて。でもやってないんで、なんかコード3つぐらいしか分かんないんですけど。あ、演奏の方ですね。コード演奏の方ですね。普通じゃなくていいですね。物的なもので大丈夫。じゃあ物だけとりあえず持ってきてみます。お願いします。はい、ただそれだけではやっぱりなかなか現実的ではないので、ですね、今回、このお客様からの紹介で、同じ秋田市にある、ファンミュージックシステムさんの方に、とりあえずご相談をするという、感じで、ちょっと後でアポイントを入れてみて、相談乗っていただけますかというところでやってみようかなと思います。それではちょっとシリーズになるかもしれませんが、全く
知識がない和楽器店が一からエレキ三味線を作れるのかシリーズスタートということで、ちょっとだけかじったうちの社員さんに聞いてみたいと思います。全くわからないので、三味線の種類でエレキギター、フォークギター、ベースギターとかって言ってるんですけど、全然よくわかんないんですよ。で、鳴らしたこともないんですよ。唯一ベースギターをアンプを通さないでちょっとなんか友達に触らせてもらったぐらい。ちょっと今から僕これギター屋さん、エレキギター屋さんに突撃して、これをエレキ、その意味すら分かんないんだけど、そのエレキ化したいんですって一応言いに行くんですけどね。その前にちょっと持ってる知識ちょっと僕にください。でもお客さんは三味線、加藤さんのエレキ三味線は知ってる、知ってて、それとは別ってこと、うちにこれエレキにしてくれって言ってるから、どういう意味なんだ。じゃあそれじゃない、ちょっともうちょっといろいろ調べなきゃいけないんです。それではいざファンミュージックシステムさんへ行きましょう。はい、お仕事ですから、はい、なんとうちのお店からファンミュージックシステムさんへの距離は車でなんと10分圏内、近すぎですね。近いですね、はい、逆に近くてよかったですね。あ、そうですね。ちょっと僕ライトをつけるの忘れてました。内側にね、こう映る秋田のこの、まあ、車窓、まあね、こう梅屋の車窓からね、秋田市民、これ今大きいビル建設中ですね。一応ここは秋田のスクランブル交差点ですね。これスクランブルですから。ちょっと、もうちょっと、なんか今日まともに仕事してしまって、もうちょっとこう。なんかこう、もうちょっと調べればよかったなと思って、調べてないでちょっと行くので、やっぱちょっと失礼ね、ちょっとね、失敗しましたね。きっといいんじゃないでしょうか、ここで。ちょっと確認してみましょう。あ、確認してみますか。なんでこういう風景大好きなんです。なるほど。ただてっちゃんって言うほど知らないんですけど、ただ鉄道好きなだけなんですけど。お客さんいらっしゃる。構造こうなんですよね、なんか。社長さんの中は構造。そうですね。だからどうやってマイクを分かり直そうか。すごい。